ハリュー・シノブは、日本の特農家。株式会社部隊ファーム代表取締役、部隊アグリイノベーション代表取締役、東日本米産業生産者連合会、代表取締役専務。日本農業再生のため、各地の農業者との連携による、農地1万ヘクタールの広域型ネットワークに、尽力している。1962年1月3日、 宮城県仙台市の江戸時代から続く農家の15代目に生まれる。1980年、宮城県農業高等学校を卒業。1982年、宮城県立農業講習所を卒業。就農。2004年8月20日、株式会社部隊ファームを設立。2013年4月24日、アイリス大山と部隊アグリイノベーション株式会社を設立。 11月11日、東日本米産業生産者連合会を設立2015年4月、職の6次産業化プロデューサー診断員最高レベルの合取得。出展、代表挨拶。舞台ファーム。2017年3月20日閲覧。アイリス大山。舞台ファーム農業ビジネスの共同出資会社を設立。2017年3月20日閲覧。 東北農家が連携、米生産の多様化を、模索減単廃止後にラム。日本経済新聞。2017年3月18日閲覧。東日本米産業生産者連合会の事業ビジョン。首相官邸。2017年3月18日閲覧。食の6次産業化プロデューサーとは一般社団法人食農競争プロデューサーズ。 2017年3月20日閲覧3.11条超農業にビッグチャレンジ仙台で異業種企業と連携する熱血感野道丸プロジェクト2017年3月20日閲覧波竜忍シニア2017年3月20日閲覧農業の未来は各あるべきその成功事例がここにある札幌ビール2017年3月20日閲覧 アイリスオヤマブタイファーム異業種連携の生み出す。新たなベイビジネス異業種連携の生み出す。新たなベイビジネス新鮮なお米を毎日届けるために。2017年3月20日閲覧。世界に通用する農業ビジネスモデルを作る。2017年3月20日閲覧。3.115の農業と環境。旭地球環境フォーラム。2017年3月20日閲覧。 赤ちゃんが食べても安心、安全な食品を農場から食卓へ。ワイズ2017年3月20日閲覧。ありがとうございます。